どうも、皆さん、今回はイルミネーションについてだよ。イルミネーション、ってミニオンが叫ぶやつで有名な制作会社やな。うん、現在は、制作したスーパーマリオブラザーズが大好評で、興行収入もぐんぐん伸びてる。ほんまとてつもない大ヒットになったよな。世界中で1000億億稼いどるのってえげつないで。もちろん、マリオという IP、キャラクターの強さもあるとは思うんだけど、作品が面白くないと、ここまでヒットしないよね。せやな。マリオってことで見に行く人は多いかもしれへんけど、そういう人たちの評判が、さらに、多くの人を呼んどるわけやし。そんな大ヒットで、個人的にだけど、もしかしたら、イルミネーションは将来的に、ディズニーを超えるんじゃないかという、考えがちらついてきたんだ。そこまで言います。だって天下のディズニーですよ、今や。ディズニーだけやなくマーベル、ピクサーすらも吸収して、巨大な世界的な組織になっとるやん。そうなんだけどさ、ここ最近のアニメ映画作品だけで言うと、ディズニーさんは、ちょっと苦境に立たされてる部分があるんだ。苦境？あのディズニーが？イルミネーションは2007年に設立された会社でまだ16年しか経ってないんだ。そんな中で第1作目である怪盗グルーの月泥棒が大ヒットした。ミニオンが出てくるやつやな。世界的な興行収入は5億円以上も叩き出してる。1作目からとんでもないヒットを出したんだ。すご。怪盗グルーはシリーズ化されてスピンオフとしてミニオンシリーズも制作されてる。キャラクタービジネスとしてもかなり成功してて、 USJ にもミニオンのアトラクションがあるくらいなんだよ。ほんま、ここ数年でミニオン関連のグッズもたくさん増えましたもんね。子供が見て楽しい、シンプルに面白いと思える、そういう作品がイルミネーションには多い。ベッドシリーズやシングシリーズもミニオンほどではないにしろ、ヒットしてるし、着実に稼いでる印象なんだ。そんな中で、マリオで大ヒットやもんな。しかも、続編を匂わす要素もありましたし、今後、任天堂の作品がイルミネーションで次々と映像化されていく可能性もありますよね。うん。それこそ、カービィとか任天堂の IP を映画化できるような関係性を結べたのはかなり大きいと思うんだよ。確かに、世界の任天堂やもんな。ディズニー並みに、任天堂のキャラクターは強いで、それこそポケモンもありますし。今回のヒットを受けて、他の任天堂キャラの映画が多く出てくれば、大乱闘スマッシュブラザーズの映画も可能かもしれないんだ。スマブラの映画、どんな感じになるか想像できへんけど、ちょっと気になるところではあるな。スマブラがある種の日本版アベンジャーズみたいになる可能性はあるかもしれないね。今回のマリオ映画の始まりも実写映画のオマージュではあったけど、マリオという現実世界の人間がクッパとかピーチのいる異世界に行く展開で、アベンジャーズのようなマルチバース的な要素もある。現実世界がいろいろな異世界とつながってて、そこにカービィやゼルダの伝説の世界があるっていう感じで、どんどん世界を広げていきそうやな。自社オリジナルのキャラを広めつつ、任天堂の作品も手掛けていく。イルミネーションは今後さらに成長していくに違いないんだ。未来は明るいな。今後のイルミネーションの作品が楽しみになってきましたね。一方で、ここ最近のディズニーのアニメ映画は、かなり苦戦に立たされてる。2021年に公開された、ライアと竜の王国は、日本では3億5000万ほどと、かつての深夜アニメ映画なら、ヒットと言えるような興行収入になってる。ヒック。まあ、これは、今もなお続くディズニーと映画館の関係性が悪化した、始まりでもあったんだよね。最近のディズニー系映画は、45日ルールが適用されて、ディズニープラスで公開45日後には公開されるようになってる。この当時は、それよりも早く配信したり、劇場での公開をやめたりしたせいで、映画館との関係性がかなり悪化してたんだ。はいはい、ありましたね。マーベル系の作品も、一部の映画館でやらへんかったりもしましたし、ディズニープラスで早く配信されるのはメリットもありますけど、映画を見に足を運ぶ人が少なくなるっていうデメリットもありますよね。世界的に見ても、1.3 億ドルほどしか興行収入が伸びなかった。ちなみに、制作費は1億ドル以上と言われてる。よくてトントンってところだろうね。ちょっと厳しいな。2022年に公開されたミラベルと魔法だらけの家、日本での興行収入は7億円ほど、世界で見ると2.5億ドルと言われてる。制作費は 1.2 億ドルから 1.5 億ドルくらいらしいから、一応儲けは出てる。というか日本での興行収入が全然伸びてないのがすごいですね。ミラベルの頃ってディズニープラスもそこまで浸透してへんかったし、いろいろと厳しい感じが。そして2023年に公開されたストレンジワールド、制作費は 1.8 億ドルと言われてるんだけど、日本での興行収入は1億3000万。1億、ディズニーの映画が。世界での興行収入は7360万ドルと1億ドルを切ったんだ。わお、明らかに興行収入下がっとるやん。この作品における赤字は200億円と言われてるんだ。いわゆる爆死しちゃってる感じなんだよね。笑えへんレベルやん。イルミネーションが着実に興行収入を伸ばし、いろいろと未来のある展開を見せてくれてるのに、ディズニーは興行収入は明らかに下がってる。ディズニー系列のピクサーの映画も去年はバズ・ライト・イヤーのスピンオフ映画をやったんだけど、これも日本での興行収入は12億円、世界的には 2.2 億ドルと微妙な売り上げになっちゃってる。なんでなんやろうな。
やっぱり、昨今のディズニーはいろいろと政治的思想を入れすぎてるんだと思うよ。いわゆるポリコレ的なキャラクター設定やストーリーがものすごく多い。政治的に正しい表現ってやつやな。政治的に正しい作品なのかもしれないけど、興行収入を見てると世間一般が求めてるのは政治的な正しさじゃなくて、見て楽しい娯楽映画なんだなって感じるんだよね。マリオ映画とかそういう要素ほぼなかったもんな。あえて言うならピーチ姫が戦う女性って感じやけど、ピーチってもともとそんな感じの要素ありましたし、見てる側としてもそれがポリコレには映らへんかったもんな。ディズニープラスの戦略もどうかと思うところなんだよね。コロナの時期は仕方なかった部分もあると思うけど、映画館で公開しなかった作品もあって、公開されてたらもう少し話題になったのになって作品もちらほらあるんだ。あの夏のルカとか私好きやで。でもコロナをきっかけにディズニーは映画館ってものにこだわるのをやめてる部分がある。映画は映画館で見てこそやのにな。劇場公開こそすれど、どちらかといえばディズニープラスに入ってディズニープラスで見てほしいと思ってるような感じなんだよね。それってどうなんやろうな。実質独占配信みたいなもんやん。うん、そういう作品は公開する期間も短くなるし、結果的に知名度がなくなって興行収入も伸びなくなる。アニメの独占配信と同じで、どんどんと閉じたコンテンツになっていきそうな感じがあるんだよね。ディズニーの閉じコン化ですか。政治的に正しい要素のある映画、ポリコレに沿った映画をディズニーという会社は求められてるんだと思うんだ。世界的な企業だし、それこそ大人の事情や政治の絡み、巨大な企業だからこその社会的責任もあるからこそ、そういう映画を作らざるを得ない部分はあるんだと思う。ディズニーさんもやりたくてやってるわけやないと。それはわからない。バズ・ライトイヤーは面白い部分もあったんだけど、批判的な意見も多かった。でもそういう意見を制作側は嵐のせいだって言ったり、バカと言ったりもしてる。ええ、自分たちの作った映画を楽しめない人が悪い、観客が悪いんだって意見は日本の実写邦画界の監督とかでもよく出る話だね。あかんやん。実写邦画界の人たちもアニメ映画のヒットを邪険にして観客が幼稚だからだみたいに言う人もいますし、イルミネーションの映画は最近のディズニーの映画にあるような政治人や性的思考についての要素はない。簡単に言えばありのままでいいんだよ、それが自然で素敵なんだから、みたいなテーマ性はない。せやな、最近のディズニーとかピクサーが今回のマリオを手掛けたら、ルイージは当然のように同性愛者になって、ピーチ姫はちょっとブサイクになって、キノピオあたりは黒人さんになりそうや。そうなんだよ、そんなの求めてない。一応海外ではキノピオとカメックを演じてる声優さんは黒人だったりするんだけど、それは別に見えない部分だからさ。誰が演じようとそのキャラクターに合ってればええわけやからな。黒人のキャラだから黒人が演じないとあかんとかもないわけやし、逆に白人のキャラを黒人さんが演じてもええわな。うん、そういう政治的な思想を感じなかった。純粋な気持ちでマリオの映画を楽しむことができたのが今作のヒットだと思うし、イルミネーションはそこを追求している制作会社だと思うんだ。俗に言う映画評論家の人たちがそれをあかんとか幼稚やとかメッセージ性がないとか言いますけど、イルミネーションはまさにそういう映画を作ってきたんやもんな。ミニオンがおけつおけつ言うのは幼稚かもしれへんけど、子供も大人も大爆笑や。そこがイルミネーションの凄さなんだよね。キャラのややオーバーリアクションとも言える表情の描写やギャグ要素へのこだわり、ちょっとした動作によるキャラの可愛さ、見て面白い、見て可愛いと思える表現が強い。簡単そうに見えてこだわりがすごいわな。ある種のセンスというか、ポリコレ的な要素を求めてる人は確かにいるんだと思うし、そういう要素のある映画があってもいいとは思うんだけど、そればかりになってるディズニーとそれを意識しないイルミネーション、そこが2社の大きな差になって今後影響してくるんじゃないかな。一番怖いのはディズニーさんが最終兵器を使うことやで。最終兵器？買収や。あ、ディズニーさんは買収しまくって巨大な企業になってますからね。ピクサーだってマーベルだって元はディズニーやなかったんやし、ディズニーが買収して吸収した結果ディズニー思想に染め上げられてしまったんや。イルミネーションも買収されたらそれは確かに怖い。まあ余談はさておいて、今回の動画でなんとなく察しますけど、海外の純粋なエンタメアニメ映画を作れるのってもうイルミネーションくらいしか残ってへんのちゃう？あとはボスベイビーとかで有名なドリームワークスくらいかな。小さい会社はあるけど、アメリカだとイルミネーションとドリームワークスが最後の牙城かもしれないね。イルミネーションさんにはそういう意味でも頑張ってほしいところやな。ではまた次回。